皆さんこんにちは、ホロホロです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は先日行った手芸店で見つけたこちらのとっても可愛い布を使ってトートバッグを作っていきたいと思います。こちらです。作り方は一番スタンダードな基本の簡単なトートバッグの作り方です。ですが、今回はこちらの可愛いこの柄を活かしてさらに可愛く仕上げるためにこちらのキルト綿をプラスして作っていきたいと思います。キルト綿を使っているので何も入っていない状態ですが、このように自立するぐらいのしっかりとした仕上がりです。厚みもあってぷっくりとした手触りでとっても可愛く仕上がります。こちらは余り布で飾りを作ってみました。ハンカチにも使えます。カバンの中を探らなくてもさっと手が拭けます。あと、裏生地にポケットをつけていてリバーシブルとして使えます。このように柄を活かして裏側にはこのようにポケットをつけています。今日はこちらを作っていきたいと思います。はい、今日使っていく材料です。お気に入りの柄布、今日はこちら60センチカット売りの分を購入してきました。ちょうど1枚使い切る感じです。あと無地の裏布で、今日はぷっくりと可愛く仕上げるためにこちらのキルト綿を使います。片面に糊がついている接着タイプの綿です。パッチワークなんかによく使われるみたいです。こちらを使います。とカバンの持ち手、カバンテープ、こちらの飾りハンカチに使います。ハトメパンチとボールチェーン、こちらを使います。こちらの材料で作っていきます。はい、こちら買ってきた布が110センチ幅の布を60センチのカット売りの分を買ってきました。仕上がりをこちらの柄を2個と半分ぐらいを使おうと思います。柄を2つ分と半分ぐらい、このぐらいの仕上がりにしたいと思います。バッグの深さは柄を3つ分使おうと思います。こちらはまた後でポケットやハンカチ部分に使いたいと思います。はい、これでバッグの表側の生地がカットできました。大きさは
だいたい38cm×45cm の大きさです。2枚カットします。はい、裏生地も同じ大きさで2枚カットしてます。はい、そして接着綿も同じ大きさで表生地に貼り付ける分の2枚カットします。はい、接着綿も2枚カットできました。表布を重ねてアイロンで貼り付けます。少し光沢のある、ややベタつきのある方が糊のついた面です。糊のついた面に布の裏面を当ててアイロンで貼り付けていきます。普通の接着芯をくっつけるよりかなりスムーズに軽くくっつきます。気持ちよく接着綿にくっついていきます。このようにしっかりとくっつきます。こんな感じで軽くアイロンを滑らすだけで気持ちよく貼り付いていきます。めちゃくちゃ気持ちいい作業です。はい、これで表生地の準備ができました。はい、次に余った残り布で裏生地につけるポケットを縫ってポケットを縫い付けていきたいと思います。好きな柄のところをポケットにしたいと思います。柄布2つ分のポケットを作ります。大きさは約31cm×30cm の大きさです。こちらを中表で2つに折って1箇所返し口を開けてコの字に縫います。ポケットもぷっくりと仕上げたい場合はこちら片面に接着綿を貼り付けます。ポケットの接着綿は周り縫い代 5mm 分小さくカットしてます。片方に接着綿を貼り付けて中を表に半分に折って返し口を1箇所開けてコの字に縫います。1箇所返し口を6センチほど開けておきます。返し口から表に返します。はい、これで少しぷっくりとした簡単ポケットの出来上がりです。2組作ります。返し口を閉じながらポケットの入り口部分だけ端ミシンしておきます。3ミリ幅ぐらいで端ミシンしておきます。はい、ぷっくり簡単ポケットが2つ出来上がりました。あとは裏生地にポケットを縫い付けていきます。ポケットの付ける位置はお好みで大丈夫です。
こちらは底のあたりに縫い付けてます。底が8センチの待ち底を作っています。布の端から1センチと待ち底8センチの半分の4センチは待ち底と縫い代になります。それよりも上に設定してください。縫い代分と待ち底8センチの半分の4センチ合わせて、底から5センチよりも上にポケットを設定してください。このようにつきます。私は底から8センチの位置に合わせてみました。ポケットをコの字で縫い付けます。3ミリ幅ぐらいで縫っていきます。真ん中で仕切りを縫っておきます。これで裏生地にポケットが縫い付きました。はい、ここからは通常の一番スタンダードな簡単なトートバッグの作り方です。持ち手を挟み込んで表生地と裏生地をつなぎます。持ち手の長さはお好みで決めてください。私はいつも肩にかけて使いたいので少し長い目にしています。こちらは100均さんで 1.5 メートルのカバンテープ、こちらを半分にカットして使っています。表生地と裏生地をカバンテープを挟んで入り口のこちらでまず縫いつなぎます。入り口の半分の位置を測って、こちらから6センチの位置、6センチの位置にカバンテープを合わせます。この時にカバンテープがねじらないように、このように折って合わせてください。カバンテープを挟み込んで、裏生地と表生地を中表で合わせます。で、1センチ幅でまずここを縫います。こう。両方同じです。縫っていきます。1センチ幅の縫い代で縫っていきます。ここにカバンテープが挟まってます。カバンテープのところを返し縫いで強化しています。今入り口のこちらが縫えて、このような状態です。ここで一手間ですが、こちらの縫いつないだ縫い代をアイロンで割っておくと
後の作業がしやすいです。縫い代をアイロンで割りました。そして縫いつないだ2組を中表で重ねます。このように中表で重ねます。クリップまたは待ち針で周囲を留めます。留めるときにこちらの縫いつないだラインをまずきっちり合わせます。周りを留めます。はい、周囲をクリップで留めました。ぐるっと一周ミシンで縫っていきます。で、その時に一箇所返し口を開けておきます。少しキルトで厚みがあるので広い目で開けておきます。12、3センチ返し口を開けておきます。ではぐるっと一周1センチの縫い代で縫っていきます。では縫っていきます。返し口を飛ばします。はい、これでぐるっと一周返し口を開けて縫えました。このまま待ち底を作らない方は表に返していただいて大丈夫です。待ち底を8センチで作っておこうと思います。返し口のところから手を入れてこちらの角をこのように三角に折ります。この時にしっかりと開いてください。で、縫い代はこのように割っていただくと縫いやすいです。このラインとこのラインをきっちり合わせてください。これが歪んでしまうと待ち底が歪んだ待ち底ができてしまいます。8センチのラインで縫っていきます。4隅とも同じです。縫い代を開いて、しっかりと引っ張って三角に折って、縫い代をずれないように合わせます。8センチのラインで縫います。裏生地の方も同じです。底の角を同じように縫い代を開いて、三角に折ります。四隅の角を縫っていきます。
はい、四隅のまちが縫えました。返し口から表に返します。このようにまち底がきれいに仕上がってます。表生地の方もこのようにまち底が出来上がってます。はい、表に返すとこのような状態です。こちらが返し口です。返し口をミシンで縫い閉じて少しきれいにアイロンしておきます。返し口を閉じておきます。返し口を縫い閉じたら、裏生地をバッグの表生地の中に収めます。そして入り口をぐるっと一周端ミシンしておきます。5ミリ幅ぐらいで縫っていきます。はい、これでトートバッグが仕上がりました。このようにキルトが挟んであるので、とってもしっかりとした仕上がりです。触り心地もぷっくりとして気持ちいい手触りです。裏に返すとリバーシブルとしてお使いいただけます。はい、そしてこちら残りの余り布でバッグにつけるハンカチとしても使える飾りを作っておきます。2コマ使ってポケットと同じように半分に縫い代分小さな接着綿を貼ります。接着綿を貼り付けた布を半分に折って5ミリの縫い代で返し口を開けて縫います。返し口を開けます。表に返します。返し口を閉じながらぐるっと一周端ミシンしておきます。5ミリ幅ぐらいでぐるっと一周しておきます。はい、出来上がったこちらにストラップを通すハトメをつけておきます。ハトメをつける位置に穴を開けます。そしてハトメを通します。このようにハトメを差し込んでこちらの器具で挟みます。この時に方向を間違えるとハトメがぐちゃっとなってしまいます。この向きです。ポコッと器具が出ている方が裏側、へこんでいる方、くぼみの方にハトメの表を合わせます。ポコッと出ている方がハトメの裏側です。
てこのように挟んでギュッと握るだけです。するとこのようにハトメがきれいにつきます。で、ボールチェーンを使ってカバンに吊り下げます。はい、こんな感じです。ワンポイントの飾りとして、あとはカバンの中を探さなくてもさっと手が拭けるハンカチとして使うこともできます。仕上がりサイズです。入り口の幅が約34センチ、バッグの深さが約38センチ、待ち底が8センチの仕上がりになってます。何も入っていなくてもこんな感じでバッグがくたっとなりません。少し厚みのあるふんわりとした仕上がりになってます。裏に返すとリバーシブルで使うことができます。はい、今日はこんな感じで可愛いキルトとキルト綿を利用して簡単にトートバッグを作ってみました。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。こんな感じで簡単に仕上がる作品ばかりを投稿しています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。ではまた。